坂46の小坂奈緒です。この動画だけの企画、メールテーマは今年の大型連休〇〇に挑戦しますです。早速ご紹介しましょう。ありがとうございます。わさびさわさんからいただきました。学生の私の連休はなんと今年はほとんど部活、そのうちの1日に引退された先輩とご一緒できる機会があるので心ゆくまで楽しみたいと思います。ああ、私も学生時代の連休は大体部活だったので、この気持ちすごくわかります。じゃあ私も、ね、一日だけ先輩と一緒にできるよっていう時もあったりしたので、ぜひ素敵な時間が過ごせることを願ってます。楽しんで頑張ってください。そして、銀さんからいただきました。小坂さん聞いてください。今年の大型連休はウォーキングに挑戦します。六本木ミュージアムで開催中の日向坂46展 We Are で日向坂46の歴史を学び、併設されている坂カフェでお日様ハンバーグとドレミソラシドカルピスソーダでランチをした後、あざとかわいい空色ヨーグルトをテイクアウトして We Are in 東京スカイツリー日向坂46の虹を開催中の東京スカイツリーまで歩きます。3月に両足のふくらはぎをほぼ同時に肉離れしてからしばらくは歩くだけでもやっとでしたが、ひな誕祭あたりからだんだん良くなってきたのでちょっと怖いですが、久しぶりに長めのウォーキングに挑戦してみようと思います。わあ、すごい。六本木ミュージアムから東京スカイツリーまで歩く。ああ、大変そう。でも、ぜひ達成できることを願ってます。あと、ね、お怪我、ぜひ、ゆっくり休んで、使った後はね、こうマッサージとかよくして、ゆっくり休ませてあげてください。頑張ってください。応援してます。そしてお知らせです。この動画だけの企画、募集しているメールテーマは私のベストメモリーです。2024年3分の1を終えた今、皆さんにとってのここまでの一番の思い出教えてください。メッセージはソニーソンポクエストフォーザフューチャーの番組ホームページにあるメッセージトゥスタジオから送ってください。次回アップ分の動画からご紹介する予定です。ソニーソンポクエストフォーザフューチャーラジオは今週から新しいチャプター、テーマは睡眠です。実はこれ私が提案させていただきました。金曜日の深夜12時からラジオかラジコで J-WAVE 聞いてください。小坂奈緒でした。